私は別にミーハーな人間でもないじゃないですか、うんうん、ミーハーですよ、ミーハーですよ結構。えミーハーじゃねえかな。本当だよ、それすら違うね。ミーハーだよ。皆さんこんにちは。こんにちは、こんにちは、マックスライです。アラビンです。よろしく、この動画はですね、まあ、本来上げる必要があるのかどうかって言われるとよくわかんないし、私以外のメンバーはいやそんな個別に俺を言うでいいんじゃないですかと、マックス村井史上そのこの4年間チャンネルやってきてそういう動画って1回もやってないですかみたいな、まあ、いろんな意見もあったんですが、保険をかけましたね。いや、いろんな意見しかないですよ。保険をかけましたね。今リオナイさんなんてあげなくていいだろうってはっきり言ったんだよ。ねえリオナイさんね。いやちょっと今言うと誤解があるから、うん、後で説明する。後でちゃんとリオナイさんの口から。そ、はい。そんな口調で言ってないだろ。しかも。知らないな。はい。昨日はニコニコのマックス村ライブに、萌えなあずきさん来てくださいまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。その俺の動画でございます。俺の動画って何なの？え、いや、LINE でやれっつって。本当ですよ。Twitter 上のやり方でもう終わりでいいじゃないか。LINE は知らねえし、連絡先も交換もしてない。いや、俺の動画見たら見ないですよ、もうやつさんは。Twitter でありがとうございましたでいいじゃないですか。それはもう言った。じゃあもう終わりでいいじゃないですか。愛が溢れてんだね。ありがとうございます。愛が溢れてんだね。愛が溢れてんだ。どういうことどういうこと、誠にありがとうございます。来てくださってありがとうございます。終わりじゃないですか。今度はぜひ焼肉を食べる生放送をしましょう。私はもやずさんが目の前でお肉をこう 1.5 キロとか2キロとか、まあ、番組 の、 あの戦いモードの時はやっぱり体にも負担がでかいと思うんで、多分体にも負担がかからず、あの本当に美味しいって食べれるぐらいの量を食べてるのをちょっと、一緒に見る。で、私はあのマネージャーさんと一緒に見るって何。いや食ってんだから僕は。食べないらしいですよ村井さんは。村井さんはずっと見てるんです。私はマネージャーさんとこうやって酒飲んでますから。そう、もやずさんが食べてんのを酒飲みながら見るらしい。目の前で大食いしろって要求してる。しかも大食いではないですよ。ただ焼肉を美味しそうに食べてほしいっていう王様の遊びです。王様の遊び。俺の動画で言うことじゃん。これは昨日のニコ生でも言ってた。言ってるんですよ。それぜひちょっと企画したいと思いますんで、あとは神田にありますバクステっていう彼女が所属しているグループの本拠地にもちょっと我々乗り込みたいと思いますんで、それ生放送も OK らしいんですよ。ええらしいですね。行ってきたいと思いますので、その説はですねよろしくお願いします。はい、趣旨としては以上です。はい、ありがとうございました。終わりですか？終わり？じゃあ、だって昨日ツイッターでやれるじゃん。ツイッターで。これ終わったよ。これ編集する人がいるわけでしょ。だってこの動画もったいないよ。編集リソースあるのか。スタジオに飾らせていただきます。ありがとうございます。だってそれリオナリさんもやすさんに言ってるわけじゃないですよ。もやすさんに言ってるわけじゃないですよ。この方にね。そう、それは語弊があるから。そう、もやすさんに対してもやさんは大変ありがとうございます。それは本当にありがとうございます。来てくださいね。それは本当にありがとうございます。こちらの方に言ってるんですよね。はい。はい、もやさん。はい。昨日生放送でちょっと私が消化不良だった点が1点あるんです。はいはい。あんなにはしゃいでたのにね。あったあった。あるんですよ、あるんですよ。概要欄にニコ生のリンク全部入れておきます。すごいいい顔してましたよ。デルデルしてました。ここ2ヶ月1の笑顔でした。そうですね。自分でも言ってましたもんね。はい。ですね、もえあずは私は別にミーハーな人間でもないじゃないですか。ミーハーですよ。ミーハーですよ結構。え、そこから？村井さんミーハーですよね。あ、村井さんはミーハーなんだなって僕はもう早期の段階で気づきました。嘘。いや、例えばですよ。例えばどうぞ。その村井さんがめっちゃこの漫画好きです、はいはいはい、はい、ああ、わかります、あのシーンめっちゃいいっすよねって俺結構進んだ掘り下げたところを言ったら、言うことあるよね。こうふわっとしたいというか、でそのキャラの名前が分かってないとか、そのキャラの情報を全然違うとか、まさにそのえみたいな、いやあれまさ好きなんじゃないですかって言ったら、まあ、割と前にちょっと読んだ。あとはミーハーだ。あと私そういう楽しみ方してないからって。そう言ってくるでしょ。言ってくるでしょ。あれずるい。俺じゃずるいっていうか読んでないですよ。最近読んでるわ。最近キングダムを読んでる。確かに読んでるわ。読んでない。提案するわけあれだから。じゃ読んでるところある。ただ読んでる。読んでないのに
読んだ感出してるだけ。読みは読んだじゃん。読んだ感じじゃなくて読んだっていう。なんか我々読んだ。我々はだからその深く掘り下げて話ができるぐらい読んでるけど、村井さんはだから本当キャラの名前すら覚えてないから、そいつってえあれはあの息子だっけみたいなこと言ってて。待って待って待って、じゃあ質問があるよ。一回漫画を読んだだけでキャラの名前とか全部入る頭に。全部は入らないですけど。全部入らないけど、そのこれがいいよねって言った時にあいつですかみたいなぐらいの会話はできますね。ある程度の会話。私鋼の錬金術師3回読みましたけど、3周しましたけど、分かんないですよキャラの名前。なんで開き直ったんだろう今。主人公がエルリックです、ね。全フルネームフルネーム、あの弟エドワードエドワード、弟と、じゃあ弟は兄貴の名前フルネームで、お兄ちゃんがエドワード・エルリックで合ってますよね。俺は読んでないから分かんないです合ってる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 。次弟、弟あ、アルフォンス、あ、アルフォンス、だからこのレベルなんです。そう、主人公3周してて主人公2人、うん、絶対3周してたらもう確実に言える。忘れたくても忘れられないですよね。それをこのレベルで、あんのレベルアルフォンスっていう。いやこれはね、アルソク、アルソク、アルソクじゃねえ。だって悟空とねピクロ忘れるようなもんでしょ。そうそう、3周してて、あれ、あれなんだっけ、あ、悟空と悟空だね。言ってると同じですよ。ビジタ、ビジタ、ビジタって、そのレベルですよ多分。そのレベル。でも私はドラゴンボールは、うん、その単行本では読んでないし、うん、週刊連載で読んでただけのレベルよ逆に、はい、でも悟空とピッコロは分かる。いやドラゴンボールはね、ドラゴンボールはそれだったよ、ね、国民的に、ね、かもう何回もお名前上がりますから、ね、分かった。じゃあ私が15歳の頃からね、うん、もう人生を通してこう多大なる影響を受けたエヴァンゲリオンという作品の、はい、エヴァンゲリオン、はい、私多分エヴァンゲリオンについて質問されても大して答えられる自信ないっすよ。ミサトさんがありますよって言うと思ったら、ね、ないっすよ。ないっすよ。ミサトさんがブンダーって言ってるぐらいっすよ。それすげえ言うんだよな、マイクラの中でもブンダーブンダーってすげえ言うんだ。あと伊吹まやちゃんとかそのレベルですよ。あ、はいはい、それが何の自慢なんですか。それいや私ではその程度ですよ。だからミーハーなんでしょ。いやそれミーハーとは言わないでしょ。それはミーハーに返ってくるんですよね。言わないよ、ミーハーですよ、うん、ミーハー、うん、リュウナイさんの中で分かった分かった、ミーハーって言葉がふわっとしてるから検索しよう。ミーちゃん、ウーハー、ウーハーじゃないよ、ウーバーでもない。ミーハーってどういう意味なの。ミーちゃんとハーちゃんね。ミーハーペーパーペーパーね。ミーちゃんとハーちゃんが何に出てきたんでしたっけ。はい、ミーハー、はい、早いね。世の中の流行や芸能人の同性に今まで無知の人が熱中したり影響を受け知ったかぶりをのする行為のこと、うん、私別に知ったかぶりとかじゃないもん。だにわかってことでしょ、要は。うん、まあそう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 。ですよね。そので言ったら私はだって人生にわかだよ。全部にわか。人生にわかで。あ、認めちゃってるじゃないですか。だからもう人生、だからミーハーだよって。ミーハーなんですね。人生にわかなんですね。でも私あれだけやったパズドラですらリーダースキルほとんどわかんないですよ。わかんないし、キャラの名前も覚えてないですもんね。降臨戦とかでさ、そこに向けて今回このパーティーで行くぞっつってさ、サブのモンスターのスキルとかをさ、いろいろと覚えるじゃない。はい。さんざん。ね、自分の体に慣れ親しませるために、うん、でもリオナリがクイズやっててさ、あのニコ生とか企画でなんだっけ、ヤマトタケルとか、ヤマタケとかクイズ、ヤマタケルとかの変換ね、色が何と何になるの、うん、みたいな、うん、あれ私毎回今でもスキルオンですだからなんでわかんねえか、自慢げに言ってる、未だにわかんねえかスキルオンですもん、じゃあなくて、でスキルオンするのめんどくさい時に、あ、もう今の端末にはいないですけど、その旧端末の時にやってて、でたまにこう、あ、今これ色足りねえから変換だなってピーンって押して逆になくなるみたいな、あれねえ、よく見てましたよ。もしくはもう1個しか欲しかった色ができないみたいな動画でよく見てましたよ。これ意味なかったなみたいなこと、あ、もうよくある。それ知ってます、知ってますよ。わかんないからさ、知ってます、よくあるの知ってます。それわかんない。まずそれとまた違うじゃん、さっき話したミーハー。ミーハーと違うじゃん。だからミーハーですよ。いや、俺ミーハー、俺ミーハーですよ。皆さんもミーハー。俺はもう認める、うん、自分でミーハー。俺ミーハーではない。ミーハーでミーハーです。人生にわかなんでしょ。人生にわかなんでしょ。そんなこと言ったら別に燃えやずと関わらずですよ、はい、世の中すべてのことで私は日高屋にすらミーハーじゃないですか。だからミーハーだ。だからそうなんですよ。日高屋にミーハーってどういうこと。
日高屋にミーハーで。それは自分で言ったんですよ。だからミーハーだから自分で言った。その皆さんの言うミーハーを私が受け取ったとしたら、うん、私はじゃあその日高屋とかだけじゃなくて、伊勢丹のメンズ館に対してもミーハーですよ。いやだからミーハーです。ミーハーです。ピーコックにもミーハーです。成城石井にもミーハーです。ミーハーです。東急東横線にもミーハーです。ミーハーです。ミーハーです。新宿区にもミーハーです。ミーハーですよ。ミーハー。マックにもミーハーですよ。ミーハーですよ。ミーハーの権限ですよ。アップル。ファイナルカットにもミーハーです。ミーハーです。ミーハーでいいじゃん。LED ライトにもミーハーです。ミーハーですよ。ミーハーでいいじゃん。人生ミーハーなんですよ。それもミーハーっていう単語の意味がもうぶっ壊れてますよ。ミーハーって言われたくないんだ。ミーハーって言葉は嫌なんだけど。嫌なんだな。別にミーハーじゃないじゃん。でもにわかはにわかなんですよね。え、にわかっすよ。いやだからじゃあいいじゃん。いやだって調べてミーハーはにわかって。ミーハーとにわかが2割イコールなんだったらいいじゃないですか。ミーハーじゃないですか。わかった、うん、その意味ではじゃあどうでもいい。はいはいはい。私が話したかった話があるんです。まあ、両大さんが言ったわけだからね、ミーハー。数分前に話したかった話があるんです。あ、そうか、はい。あ、そう、消化不良だった。そうそうそう、そう。あ、それだ、それ、それ。あ、何？その、もやずさんが私がその話をしたときに、うん、隣の席で、キョトンとした顔をされたんで、うん、あ、これ以上話すのってなんだなと思って、私が引いちゃったんですけど、うん、この話は深掘りをするべきではないと思ったんですけど、うん、その、私が、うん、その、例えばアイドルとかたくさんいるじゃないですか、うん、世の中には。たくさんいるじゃないですか、はい、燃えあず私がそのどれぐらい好きかっていう。あ、出た。私が燃えあずをどれぐらい好きかっていう話。出たよ。本人の前でそんないや好きだしして、もうわけのわかんないこと言ったんですよ。私は燃えあずにその話を直接したときにキョトンとした顔をされた。あ、ね、いや放送に載ってます。載ってます。あ、そう、全員キョトンと、あ、見てる人も全員キョトンとしました。で、例えか。そうそう。例えですか。私ね、どれぐらい萌えあずのことが好きなんだろうなって、あの放送が始まる前に一人で考えたんですよ、ずっと。いや、私が萌えあずのことが好きだって言った時にさ、どれぐらい好きか分かんないじゃん。そのスタンスは嫌いじゃない、俺は。そう。あ、そう。そう。いいことだよね。いいこと。だってどれぐらい好きか分かんないでしょ。いいこと。で、ファミチキとどっちが好きって言われた時に、うん、ね、どうなのみたいな。確かに確かに。冷静に考えると分かるんですよ。その、アイドルと比べるって話じゃないじゃん。うん、他のね、うん、うん、はい、まあ、そのアイドルってジャンルで比べた時にもう相当上の方なんですけど、はい、あれだけのね、笑顔でご飯を美味しそうに食べて勇気と元気をくれる存在ってのはなかなかないから、唯一無二の存在に近いから。だって坂本龍一と村上龍と同列らしいですよ。あ、そうなの。親父さんは、あ、いや、その人生にどれくらいの影響を与えたかとはまた別の尺度で、好き嫌いみたいな話の尺度で言うとかなり上なんですよ。それぐらいなんですって。そんな高かったの。で、その人に対してどれくらい好きかって、私は結論はこうなったんですよ。はい。なんて言ったの。弱虫ペダルより好き。急にこれを生放送中にぶっこんできて、その村上龍とか言う前にですよ。しかも前に村井さんそんな好き好き言ってるけどどんだけ好きなんですかっていう聞いたら、弱虫ペダルよりは好きって言って。全員キョトンですよ、そんなの。その場にいた宮下さんすら。いや、でも多分過去の動画を2年3年私のことを見てくれた人からすると、分かる、え、ワックスブライ弱虫ペダルより燃えあず好きなのみたいな、それやべえな、本気度やべえなみたいな。いや、あの場で聞いたら、多分僕が聞いたと思うんですけど、どんくらい好きなんですかって聞いた時に、例えば広末涼子より好きとかそういう人間が出てくると思ったんですよ。そうだよね。ね、他のアイドルと比べてくるかなと思ったんですよ。そうだよね。したらまさかの漫画のタイトルが出てきたから漫画界みたいな。萌えさんからしてもね、うん、私一体何と比べるか、何と異種格闘技戦みたいな、同じようなことを言ってた。言ってた、言ってた。同じようなことを言っていた。言ってた、言ってた。だってあんたがどんだけ弱虫ペダル好きか知らない。知らないからって。その説明もした。した、した。弱ペダを読んだ結果として、トータルで2回か3回放送やって、ロードレーサー、ロードバイクで400キロぐらい、走って、普段体も鍛えてないこんなね、あのおっさんが、そのちゃんとトレーニングから何からやって、練習もして、400キロぐらい走りました。それぐらいには好きです。伝わんないな。伝わんない、伝わんないですよね。一応すごいと言ってくださってましたけど。あ、いい人。もやさんプロだから。超いい人。すごいプロだったけど。まあ、私がそれだけ好きな弱虫ペダルも、つい先日村倉の時に御堂筋明君のモノマネをして、小野田坂道くん
ぶっ潰しますって言ってて、私 Hulu で週末ちょっと見てたら、それそのセリフ違ってて、それ言ってないっていうそれさっき朝の放送で実はそれ言ってないんですよって言われて、だから正確には箱がぶっ潰しますのだから、うん、ミーハーじゃねえか。だからミーハー本当だよ。それすら違うんだよ。ミーハーだよ。散々あんた結論今自分でミーハー認めちゃってる。おい山口ペダル何回もね、フルも2周してる。2周じゃない、フル3周だ。フル3周目だぞ今。あ、いい感じに落ちましたねこの話。よかったよかった、ね、結果ミーハーの話戻ってきた。そう、ひどいひどいのさ、強制的に戻したんでしょ。いや戻してないですよ。だって山口ペダルもあなた自分で言ったじゃないですか。自分で言ったんですよ。実際山口ペダルのセリフ違ってたんですよ。大暴れだな。意外じゃねえか。大立ち回りがすげえよ自分でも大好きかよ。はい、というわけで、はい、あ、締めに行った締めに行った、はい、はい、マックス村井さんがミーハーだと思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。そうか認めねえな。ミーハーだと思ったらグッドボタン、はい、はい、わかりました。コメント欄でミーハーだなって書いてください。ミーハーだと思った人、それミーハーだなってコメント溢れるんじゃないですか。じゃあミーハーじゃないと思った人、ミーハーじゃないって書いてください、はい、それはその俺も気持ちわかるって書いてください、うん、そう、俺も気持ちわかるって書いてください。じゃあ一応もうコメントでかもう書いてもらって、もうアンケートも使おうアンケートも使おう、あの YouTube のここら辺のあのボタンを押せばアンケート出てくるから。アンケート残酷だからさ、でアンケートでミーハーかミーハーじゃないでもう押してください。それでコメント欄にも書いてください、うん、それででもミーハーだと思ったらグッドボタン押しましょう。わかりました、はい、ミーハーじゃねえよって思ったらグッドボタン押さなくていいです。コースミハ、この動画は以上です。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。萌えずさんありがとうございました。ありがとうございました。今度は焼肉に、あとはバックステで。